速稼塾の久保です。億万長者合宿レイジ、今日は78話をお届けしようかと思いますけども、吉谷さん、よかったですね、メガネの例の話。あの、全くそうですね、その通りですね。メガネをお客様にタッと渡すことによって、お客さんがね、もう素晴らしい景色を見れるようになる。こんなね、いいことないですよね。まあこれはね、レンズが入ってない変なメガネですけどね、なりきりメガネね。素直ってキーワードもね、とってもいいですよね。やっぱひねくれてちゃダメなんですよ。もっと分かりやすく言うと、自己肯定感をなくさないといけないですよね。自己否定です、まさに。自分の判断、自分が正しい、自分がベストの選択をしたと思ってるからこそうまくいってないんですよ。だから自分が叩きのめされてね、全く真逆の方法に進めって言われた方の言うことを聞いてみるといいのかなと思います。まあ、私の場合はね、一人で売り上げを上げるとかね、一人で1億円稼ぐとか、こんなことあるわけないじゃないかと、10人束になったって稼げんわと思ったんですよね。それが自己肯定感だったんですけど、その自己肯定感を捨てて、よし、じゃあ言われた通りにやってやろうじゃないか、言われた通りにやってうまくいかなかったら詐欺罪で訴えてやるからな、賠償金引っこ抜いてやるからな、という気持ちで、ある意味ね、裏素直このひねくれた、ひねくれてひねくれてひねくれて180度回って、まあ素直になったのかなと思いましたね。よしよ、もう言われた通りやってやるから、それでお前向くいかなかったら詐欺だぞ、っていう風な感じですよね。例えて言えば、私がね、あの空手を教わった時が、中学2年生の時、空手をねやってたんですけども、あの、まあもうね、言われた通りにやって強くならなかったらボコボコにしてやるぞと思ったわけですよ、ね、教えてくれた師匠に対してね、思ったわけなんですよ。で、言われた通りにやったらなんかむちゃくちゃ強くなってまあ画体も最初からありましたからね、それから度胸もあったんで、それはもうね、乱暴者になりましたよ、中学2年の時から。向かってきたらバンっていうね、このね向かってきたらバンですからねいや本当にね、バカなやつでしたね。で、その時に思ったんですけども、ちょっと余談ですけども、ドカンとぶちの殴ってぶちのめすじゃないですか、その辺のやつらを。そしたらそいつはね、もっと強いやつを連れてくるんですよ。そしたらねまあそこそこの戦いになるんですよね。それに例えばまた勝ちましたっていうと、もっと強いやつ出てくるんですよもうキリがないですよね。だから適当なところで負けとかないと、もう次から次へと出てくるんで、キリがないなということでね、あの見栄の張り合いっていうのはね、まあ、負けず嫌いっていうんですかね、これね、終わらないんですよね。それをね、吉谷さんとのこのリレーでまた体験するような感じがしますね。すごいですね。まあでもね、そこまでしつこく負けず嫌いでやってると、どっか心が通じるものがあるんですよね。やっぱり中学の頃、ちょっとやそっとでね、まあちょっと暴力的な話になってすみませんけど、若気の至りなんですよ、これは。ボカンとぶん殴っておずおずと撤退するようなやつとは友情は結べなかったんですけども、やってもやり返され、やり返されたらまたやり返すみたいなことでずっと続いていくとね、なんか妙な期待感があるんですよ。今日は学校の帰りちょっと待ってねえかなあいつみたいなね、あれどうしたんだろう、なんか調子悪いのかなとかね。それからそいつが他のやつと戦って喧嘩してね、負けるとなんかね、うわ悔しいなって気になるんですよ。あいつをやるのは俺だったのにな、誰がやったんだみたいな感じでね。まあ、ちょっと関係ないですね、これはちょっと置いといてですね、実はね、昨日京都、私ね、京都に行ってきました、京都大阪と、ちょっとどんな要件かってそこでは割愛しますけども、ここで言いたいのはね、このフットワークといいますか、用事ができたから行くっていう本当に至極当たり前のことを、私はあ、できてるなっていうふうに感じたんですよ。で、これがね、私の以前の40歳までの人生ではなかったんですよ。思い立ったが吉日とは言いますけども、思い立ったけどできないと、本来だったらこうあるべきなのにできないと、これがあるからできない、あれがあるからできない、それがあるからできないっていうふうに、いろんなものがね、私の本来やるべきものを邪魔してたような気がします。でも本来の人生ではないとしたら嘘の人生なんですよね。この偽物の人生を私はね、39まで生きてたんで、だからそれまでの人生と40からの人生はまるで別物だと、別の人間が私のね、久保哲郎っていう人間を演じてるかのように感じるぐらいのことがありますね。小学校、中学校、高校、大学と何を目指してどこに向かっていたのか全くわからないですね、こうなると。今はわかります。今はね、私はね、明日京都に行こうと思ったら明日行けるんですよ、で、今日大阪に行こうと思ったら今日大阪に行けるんですよね。こういうふうに
自分の時間を生きてるなと思いましたね。 何者にも邪魔されない自分の時間を生きてると。これはね、まあ、いつも365日、いつもではないんですけども、おおむねそうなってるんで、これはね本当に、まあ、良かったなっていうかね、アフィリエイトっていう仕事を辞めることもできて、 FX という仕事を始めることができて、自分の能力以外にそれを邪魔するものがないんですよね。誰かと組んでるわけでもないですし、誰かに組みしてるわけでもないですし、誰かに属してるわけでもないと、こういう当たり前のことですよね。だから人っていうのはね、誰かに所有されてるわけでもなく、誰かにグルーピングされてるわけでもないという当たり前のことなんですよ。これが自由の概念だと思うんですけども、まあ、私はできる限りそれを実現しているんではなかろうかというふうな気がしながらね、京都から帰ってきたんですけどね、こうやってね、なんか京都にいても YouTube ができるし、いろんなこと撮影できてね、で今回京都大阪に行っていろいろとシークレットなことが2つほどあったんですけども、これは自分の胸に置いとくのか、それとも動画に載せていくのかっていうのもね、私の胸三寸ということで、非常に意義深い2日間だったかなと思うわけなんですよね。で明日はまた大分から塾生が来るということでございます。この日々、ありがたいなと。だから情報の世界で生きるっていうのは、まさに情報という形のないものを扱ってるんで、自分の暮らしもね、何かに固定されることがないっていうことなんですよね。で改めて私は思うんですけども、障害賃金1000円の動画を10万本作ればもう1億円だなと、障害賃金1000円ね、10年20年30年経って1つの動画が1000円ぐらい生み出すじゃないですか、それは。そう考えたらね、この YouTube を就職先に選んだ私は今のところね、ついてるなという気がしますね。はい、じゃあ吉田さん、 BMW の様子また聞かせてください。いってらっしゃい。